神やグル、マスターは人を下脱させることはできないのですか、という虫のいい質問ですね。こういう人っているんですよ。たくさんいるんですよ。だからいろんな講習会に行ったりするんでしょ。いろんなエセマスターたちのところに行ってお金1000万でも2000万でも出す人たちいるでしょ。お金出して下脱したいんですがって言うと、あの天聖会か天の声を聞くとか、あれは一本やなって言ったら、一本っていうのは1000万とか1億とかなとかって言うでしょ。1000万とか1億とかでね、下脱できるわけないでしょ。神やグル、マスターはただ下脱への道を示すだけで、これ何遍でも頭に叩き込んでくださいね。僕はこれもう本当に11年前から言ってますよ。マスター型ができるのは方法を教えるだけだと僕何度も何度も言ってきましたよ。僕が言ってるんじゃないんだから、マハルシが言ってるんだから。自ら人を下脱の境地に連れて行くのではない。手つないで連れて行ってもらえるって思ってるんだね、普通の人ね。幼稚園や保育園なら行けるけどもね、下脱教にはね、行けないんです。実際は、神とグルは別物ではない。これもうなかなかわかんない。特にキリスト教徒たちはわからないね。神と、イエス・キリストと、それから、自分との違いがわからないよね。わからないって、本当は全部一つだっていうのがわからないっていうことです。神、ブラハマン、アートマンと、例えばラマナ・マハレシは別物ではない。と同様にあなたも別物ではないっていうことなんですよ。あなたという属性じゃなく、あなたの本性はっていうことですよ。皆さんが自分って思ってるのは属性です。私、いろんな名前がついて、いろんなキャリアがついてとかいうのは属性ですね。マハルシが言っている神とかマスターとかっていうのは本性のことであって、属性のことではありません。虎の顎に加えられた獲物が逃げられないように、グルの慈悲深い眼差しの中に入った人たちはグルによって救われ、道を見失うことはないだろうが、命名が神ないしはグルによって示された道を自分自身の努力で追求しってあるでしょ。自分自身の努力で追求しですから、自分でやんなきゃならないんですよ。下脱を得なければいけないっていうのは、執着しているのは自分だからですよ。マスターじゃないんだから。人はただ自分の知恵の目、ジュニアーナ着手によって、ジュニアーナは知恵、着手が目ですね、知恵の目によってのみ自分自身を知ることができ。ですからここの知恵の目っていうのは気づきの目っていうのと一緒です。仏言っていうのは仏の目っていうのは気づきの目のことですからね。何に気づくのかって言ったら自分の執着にですよ。あるいは自分って思っている自分意識、しきりに気づくことですよ。自分自身を知ることができ。他者の目によってではない。僕が皆さんの大八識よく見たからって、皆さんが自分の大八識見れるわけないでしょ。ですから自分で見なきゃないんですよ。他者の目によってではない。ラーマという人が、自分がラーマ、ラーマって言ったらインドでは当たり前の名前なのでラーマって言うんですが、例えば日本ですと佐藤さんとか鈴木さんとかね、あるいは一郎太郎とか花子とか、そういうようなものだと思ってください。ラーマという人が自分がラーマであることを知るのに鏡の助けを必要とするだろうか。皆さん自分の名前確認するとき、鏡見て、なるほどこれは私だって思わなくてもいいでしょ。鏡見なくても自分は何の誰それだってわかるでしょ。ところがその何の誰それっていうのが属性ですのでね、本性のお話になると誰もわからないんですね。自分が全体生命であるってはね、私は男だ女だ、何十歳のこういう人間だって思ってるでしょ。それは 100% 皆さん確信してると思うんです。 100% そう刷り込まれたのを受容したから。で、後からあなたはアートマンですよ、ブラフマンですよ、神ですよ、セルフですよ、全体生命ですよって言われても、 99% 違う知識が入ってるところにね、 1% あるいはそれ未満の知識が入っていっても、焼け石に水なんですね。すぐ揮発、蒸発して消えちゃうんですよ。大海に雨が一粒ポツンと落ちて混じって、どこにいたか分かんなくなるようなものでしてね。ですから知識の入れ替えしなきゃないんですよ。皆さんの大発識にある知識、先に入ったから先入観念と言います。それと後から入ってくるマスターから教えられる正しい知識ね、真知、真実の知を入れ替えしなきゃないんだけども、皆さん入れ替えるの嫌なんだろうね、多分ね。なぜかっていうと、先に入ってきたものの方が大体人は好きなんですね。ですから好みを変えないといけないんだけども、その好みがなかなか変わらないわけですね。
どういうものにこだわってるかって、周りの人、自分見ても分かるけど、周りの人見たら分かるでしょ。まあ、例えばライヤーにこだわってるとかね、松崎さんだと Windows にこだわって Mac 嫌いとかって、どうでもいいようなことにみんなこだわってるでしょ。私は NTT はいいけども DDI 嫌いとかって、電話会社とかコンピューター会社とか、どうでもいいようなことに人間ってこだわってるんですね。民放でもあそこはいいけどもここは嫌いとかね。まあ人も、あの人好き、この人嫌いとか、あれこれありますでしょ。ですから自分の本性、本来の姿、自己の正体を突き止めることを妨げているのは自分の先入観念だっていうことです。皆さんが今まで学んできたことだっていうことなんですよ。残念ながらね。3個、解脱していない、イコール執着している、いつでも反対に考えてくださいのは自分ですから、その自分が執着を手放さなかったなら、執着が解消される、解脱することがないのははっきりしています。グルは執着の解消法を教えてくれる、まあ、神聖の指導者っていうことですね。であって、その教えを実践するのは命名の自己努力においてなのです。これはもう僕何遍も何遍も言ってきましたし、自分でもそうしてきましたし、だから僕はあちこち出歩かないし、方法はもう知ってるので、ラマのマハリシの教えがベストって知ってますので、それだけを杖としてやってるわけですね。19、20で何かご質問ありますか？マハリシは本当に当たり前のことを当たり前に言ってくれてるんですが、これがなかなかね、わからないんだね。解脱させる力は皆さんのうちにあるっていうことをマハルシは言ってるんですよ。ゴータマ・ブッダも同じように言ってたわけです。他に頼らずね、自分という島に頼りなさい。そこ、キリスト教では神は自ら助けるものを助くって言ってるでしょ。全部同じこと言ってるんですよ、マハルシもキリスト教も仏教もね。ただその方法がわからないってことはありますよね。あのコンピューターでもね、方法が分からない。それは教えてもらったらいい。教えてもらったら自分でやるんであってね。教材を提供したり、使い方は教えますが、やるのは皆さんですからね。僕がやるわけじゃないからね。皆さんお一人お一人がやんなきゃいけないんですね。